アリバチは、八目、アリバチ科に属する昆虫の総称。全世界で約4230種が記録されている。オスは通常発達した羽を持つが、メスはブハ羽でありに似た形態をしている。世界中に多くの種が分布するが、熱帯や亜熱帯などで特に数が多い。旧北区では、約530種、東洋区では、 約640種が記録されており、日本では17種が確認されている。ダシミウティラ・オキデンタリスのアリバチは、雌雄の形態差が非常に大きい。アリバチのオスは通常他の蜂と同様に羽を持つが、一部の種では、ブハネ、または、ダンハネである。一方メスは、基本的に羽を持たず、地上生活をしている。そのためメスは、外見的にはアリに似る。多くの種で、 頭部や胸部、または腹部が赤褐色となるが、色彩も死由で異なることも多い。例えばトゲムネアリバチや胸アカアリバチでは、オスは全身が黒色であるが、メスは胸部が赤褐色となっている。また全身にビロードのような調合を持ち、これが英名のベル。多くのアリバチでは、幼虫は寄生性であり、チ目の多種や、ハエ目、蝶目、甲虫目、 ゴキブリ目などに外部捕食規制する。機種とされるのは、主に、それらの幼虫やサナギである。なお、日本産のアリバチで機種の記録があるのは5種類程度で、それ以外の種類ではほとんどわかっていない。羽を持たないメスは、地上を徘徊して、機種の巣を探し、幼虫や眉に散乱するが、オスが大型となる一部の種では、オスが、 メスと交尾した後に連結したまま飛翔し、メスを遠くまで運んでいると考えられて成虫は一部の種を除いて中高生であり、植物の蜜を主な餌としている。アリバチカは10赤約4230種が記録されている。日本にはそのうち5赤13属17種が知られている。アリバチはオスとメスで形態に著しい異があるため、 死于の対応をつけることが難しく、分類が困難となっている。2011年現在でも、日本のアリバチのうち3種については、死于のどちらか一方しか発見されていない。また、死于の対応が正確であるかについて、疑問を持たれている種もあり、確実に死于の組み合わせを決定するためには、交尾中の個体の最終化、DNA 解析などが必要とされる。形,態形質による、 系統樹は以下のようになる。ありがとうございます。